どうも、電撃はないの五郎です。どうも、ゲーム実況者の相田です。はい、今回もセブンスイーバース実況やっていきましょう。よいしょ。はい、で、今日何するんすか。今日はね、ケツスが、実装されたと同時に、ガイデン2、ガイデンがね、通常のストーリー のダンジョンにガイデンの新しいのが追加されましたと。されてましたね、はい、やりましたよ、何度か。ちょうど今ね、画面にも出ていると、結構なスタミナ、でも難易度的にはそんなにでもなかった、めっちゃ簡単ですね、正直。今の僕レベル50になったんで、50の時点だったらめちゃめちゃ簡単で、普通に何もできる、攻略できるぐらいですね。で、このガイデン2からは何やら属性武器っていうもの作れるようになるっていう。え、なんすかそれ。属性武器なんすか火とか水とかのなんか属性がついた武器が、なるほど、手に入るっていう話なんで、ちょっと一回プレイをしてみてください。じゃあここでプレイしちゃいますか、よいしょ。で、ガイデン2のね、開放条件、エリア1から4の、ガイデン2はエリア4をね、クリアすると解放される。はいはい、でエリア5から7のガイデン2はエリア7をクリアすると解放されますと。へえ。で、属性武器なんですけど、まず今大学の回ってエリア1のね、ガイデン2、これをね周回することで属性武器の元となる、まず武器が手に入るわけです。なんか別なんですか、いきなり属性武器が手に入るとかいうわけじゃないんですか。ではないですね、元となる、素材が集まるのかな。はい、で、その素材を使って交換所で属性武器をまず手に入れましょうと。あー、なるほど。これボスだね、こいつですね。うん、本当に道中、でも体力1万5000くらいですね。そうだね、レベル30もあれば4万かな、多分勝てると思いますよ。それだけもう50なんで、はい、負けようがないよね。そうですね、こんな感じでボスを倒すと稀に、今回どうしなかったんですけど、稀に、素材を落とすと。で、その素材を使ってまず交換所行きましょう。交換所、了解です。はい、ぶっちゃけると、五郎さんに事前にちょっと集めておいてって言われたので集めてきたんですけど、そうですね、連続してポンポン出る時もあれば4回ぐらい連続で全く出ない時もあって、結構波が、いや、ほんと 50%、60% ぐらいで大きいんじゃないかなと思いますよ。さあ、交換所、ここにね、ガイデン2っていうのがね、はい、増えましたよね、これに。で、ちょっとタップしてみます。はい、あ、これですよね、この推奨券とか推奨シリーズかな。あ、もう交換できるね。はい、お父さんが集めろ言ってたんで、ちゃんと集めて俺なんか悪者みたいに言わないで大学は忍者、忍者ですね、なので探検かな。これですかね、推奨探検。なんか陰と陽ってあるんですけど、これはなんだろう。見ましょうか、詳細。まだ分かんない、ない、これ陰と陽の違い、ひょっとしたら属性のね、タイプがここで分かれるのかもしれない。あ、なるほど、陰と陽どちらか。あ、でも太陽と星とか月とかってあるんで、これは属性。そうですね、冷静に考えてみたら、太陽とかが陽で、星とか月が陰につくのかなと思ったり、鋭い、なかったり。じゃあとりあえず陽でいきますか。そうですね、じゃあ陽の、僕忍者陽のこれ、交換してみますね。さあ、推奨探検陽、うっす、結構なんか普通に能力高そうな気がするけど、もちもち高いですね、32初期値が、はい、じゃあこれでスキルないんだ、これまだない、まだない、まだない、はい。で、それだね、進化合成に使用する。これじゃあ1個交換しておきましょうか、交換しちゃおう、ほい。で、その進化合成に使うものがガイデンの2から7か、はい、のボスがドロップする素材、はい、これがエリア2で、これがエリア3とかかな。あー、なるほど、ヌエだからヌエだから3ですね、ここ。そんな感じで分かっているわけですが、実を言うとこの宝珠の種類が属性の種類に関係していると。あー、なるほど。で、大学今太陽を変えたんで、これ光属性。あ、光なんだ、はい、光属性の武器になります。で、ちなみにエリア2が光属性、はいはい、エリア3は風、エリア4は地、エリア5は水、エリア6は闇、エリア7が火となっております。いや、これ火が一番汎用性高いから火が欲しいな。ただ7なんで結構厳しい、ね、強いですよ、確かに。7の外伝1も結構難かったですからね。で、その地方の特色が現れてるのかな。7は確か火山とかだ、そう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 、そんな感じ。じゃあ
合成してみますか、一回。進化か、進化。あ、ありますね、ここに。さあ、いける。あ、こんな画面なんだ。さあ、進化、ABC。ABC。あ、ちょっと待ってください、これ。結構、厚くないですか。おお、全体、すごっ。これ、あれですよね。あの、灼熱の杖のエクスプローション。なるよね。相性、相性バッチリじゃん。B っていうのは何？進化 B。B 見ますか？あー、やっぱ属性が別だ、これ。じゃあ、陽が多分火、氷、風？光か。そうか、光だ。はい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 。へー。だからもう一個残ってるのが、あの地面とか、うん、あれですよね。土とか闇とか、その辺が陰と。なるほど。ああ、なるほど。これで素材、必要素材が違うんすね、こういうふうに。ああ。なるほど。でも結構集めなきゃいけないってこれ、ね、相当集めなきゃいけないですね、意外と。ただ、まあ今これ星4で結構、まあすでにもうスキルが結構強いの乗っているっていうのは分かるんですけど、はい、なんとこれ星5まで進化できるんですよ。え、マジっすか。星5までいける。まあちょっとね、素材集めるの大変かもしれないですけど、まあ今だったら、各ダンジョンのスタミナ半分になっているので、はい、まあ周回にはすごい適しているのかな。うわ、今だったらこれちょっと集めておかないとな、うん、で、その進化後に必要な素材が幻獣戦って今までやったじゃん、はい、の、ドラゴンがドロップする素材が進化素材、星5。マジですか、僕ドラゴン全然、実を言うと全然倒してないですよね。サボるから、ドラゴンサボりまくったんで収集品かな、これですよね。全然持ってないですよ。そう、ウィンドドロップこれですよね。大学は多分まだ出てないか、あの多分光なんでまだその現状は出てない。そう、光のドラゴンってまだ見てないんで。なるほど、まあ、今後そういうものがどんどん追加される。あのもし今ね星5までやりたいんだったら、ひょっとしたらもうフレームドロップは手に入るんで、炎っていうか火だね、はい、火の武器だったらもう星5にできるかもしれない。ちょっとまだすいません、わかんないです、そこは。で、皆さんぜひともやってみてください。なんか強くなるんだったら星5にして全体攻撃力 10% 乗るとかだったら意外と相性いいですよね。コンセプトというかパーティーをね完全に分けちゃって、完全にもうあの敵の弱点が風だったら今回の装備をつけて、はい、全員の風のダメージを増し増しにして攻めるといったこともできる。結構やっぱこのセブンズリバースって攻略のコツっていうか基本がやっぱ相手のボスの弱点をつくっていうのが基本じゃないですか。ね、今だったら結局だと闇をつけって感じじゃないですか。そうだね。だから間に合うのかな。でも結局いやもう多分間に合わないですから無理っすね多分。うん、で、あの進化に必要な今宝珠ってあったんだけど、はい、まあ実を言うとガイデンツだけじゃなくてケトゥス。え、ちょっと待って、マジですか。交換所でねケトゥスってあるじゃん。ケトゥスイベントの。はい、下にあるんですよ。本当だ、これあるな。ただ2個しかないの。ケトゥスをちゃんと倒せるか、まあそれ以前にもっと欲しいものがいっぱいあるんで、まあケトゥスを周回できる人がちょっと余裕を持ってね、あーじゃあ取っとくかみたいな。そうっすね。まあ多分まず武器とか、いやこれ交換クリスタル系のね盾とかね取っておきたいんで、1個ぐらい欲しいっすよね。これ結構魅力的なアイテム多いんでね、そこは悩みどころです。でも周回するのが難しいからな、結構ね手強いからね、きついからな、うん、なんでまあちょっとね、週1週間で交換できる上限が決まっていると、はい、なので、まあ、余裕がある方ケッツイベント回して宝珠を貯めるという感じになっています。まあ、だから今後いろんな属性の、まあ、弱点がね、はい、いろんな属性を持ったボスが出ると思うので、まあ、可能なら全部基礎を得たい。そうですね、多分次、今だって来てる中で来てなんか弱点がないのって地面とかじゃないですか。そろそろ地面基礎じゃない。地属性、地属性、あー確かにあんま見ないんだよね。地属性がそろそろ来るんじゃないかなと思うんですよね、僕は。確かに。だって今までだって風とか火とか水とか闇が来て、今回で光も来てた。地が弱点っていうのは風っぽい敵？どういう敵なんだろう。次じゃないですかね、もしかしたら。そうだよね、あ、まあ、全然来る可能性もあるんで、まあ、そこをね読んで先読みして、うん、どうも大学生だったら多分ね地をちょっと今のうちに強化しておこうかみたいなね。ちょっとだ、あ、ほんの余裕ないな。ケツス勝てないもん。そうだね、どうやって倒そう。まあ、ヒーリングマナー使って頑張ってください。頑張ります。ボロさん借ります。無駄に耐えるからね。失礼する。ということでね、あの属性武器皆さんもねぜひあの長い目で見て、まあ、地道に素材を集めて
いろんな属性を揃えてボス戦に備えるという感じで集めておくといいことが起きるかもしれません。うっす、ここまで集めてます。ぜひ試してみてください。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ最後雑だなゲートス勝てないからってクソ勝ちたい。動画をご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。みんなと気軽につながれるスマホ向けオンライン RPG セブンスリバースは、絶賛好評配信中。配信中です。で、7000年目の滅びに立ち向かう壮大なストーリーほか、村の発展や装備作りなど魅力的な要素が詰まっております。はい、詰まってる。非同期型のマルチプレイなので時間を気にせずに、気軽に遊べるのもポイントでございます。私もダウンロードします。ゲームに行き詰まったりわからないことがあったりしたら、公式サイトや電撃オンラインの特設ページを、ご覧いただければわかると思います。チェックしてください。ぜひお願いします。それでは、セブンスリバースの、世界で皆さんお待ちしておりますのでぜひ来てください。待ってるよ。はーい。